はい、道覚えてる？スティングレイの市場でございます。じゃあ早速ね、乗っていきます。中身こんな感じでございます。おお、すごい。はい、これワゴン R スティングレイです。では早速ですね、運転していきたいと思います。ちなみにですね、営業マンの方いません。うん、前に1回乗ってるんで、もう道分かるでしょ、勝手に乗っていけと行ってらっしゃいと、うん、いうことでね、もうバチバチのインプレッション。おお、これワゴン R スティングレイの、T かな、あれです、ターボです。お、ヘッドアップディスプレイ出ております。すごいです。おお、すごいすごい。ちょっと一応ね、ミラーとか合わせましょう。もう勝手に乗っていけってことなんでね。どんなんだよ。大丈夫、大丈夫です。ガシャンボガンってやってしまったら怖いですけどね。じゃあ早速ですね、行ってみたいと思います。ヘッドアップディスプレイすごいです。なんかね、違和感ありますね。はい、バックミラーも OK です。適当に回ってこいということで、ね、はい、ですね、すげえ静かです。行きます。めちゃくちゃ静かです。はい、まあ適当にね、回ってみましょう。なんか乗り心地いいね。乗り心地めっちゃいいです、これ。はっきり言ってなんかふわーっとしてるわ、うん、すごいですね。いやー、なんか快適。でね、センターメーターなんですけども、まあ、案外見やすいですね、はっきり言って。うん、見やすいです。で、うん、これ結構見やすいです。でね、ヘッドアップディスプレイなんですけども、まあ、あってもなくても一緒かなって感じしますけども、はい。まあ、悪くはないと思います。はい。まあ、適当にね、なんとかもうぐるっと回って。行きたいと思います。はい。うん、作りはね、すごくいいです。なんかね、すごくいいです。で、エアコンもね、なんかコンパクトで、ね、まとまってて、うん、すごくいいですね。ちょっと落とそう。はい、いいですね。はい。あと、うん、ハンドル。うん、ステアリングもね、赤のステッチが入ってて、かっこいい。かっこいいですね。うん、なんかうん、ワゴンR。ね、これがね、ヘッドアップディスプレイで、この角度調整ができます。これね、こんな感じかな。うん、すごいですね。今これはね、アイドリングストップはかかってないです。エンジンかかった状態なんですけども、うん、なんか派手ですね。いいですね。エアコンはこれはオートのエアコン、オートエアコンでございます。はい、すごい進化したね。うん、かなり進化してます、うん、ワゴンはある。で、乗り心地がすごくいい。なんかターボですんでね、乗用車乗ってるみたいな感じ。うん、そうですね、軽な、軽な、いい感じします。印象がない。もうあっという間に、ね、40キロ出ます。そしてね、なんて軽のね、バタバタっとした感じが全然ないです、うん、むしろですね、なんかもう綺麗です、走りが。これがいいかもね、はい、買い物、いい買い物かもしれない、うん、これかなりいいですね。で、値段もね、なんかね、安いらしいんで、このワゴンあるって。まだちょっとね、カタログ後で見ますけど、うん、いいですね、これ。以前僕もね、10年ぐらいワゴンR乗ってましたけど、なんか劇的に違いますね。すごいなんか、頑丈っぽいし、うん、すごいです、これ。うん、おー、もうターボ効いてるのかな、これ。早い早い。お、音が違う、なんか出だしの音とかね、うん、全然違いますね、これ、うん、すげえ、なんかね、K じゃないみたい、本当に、うん、ね、なんか全然 K じゃない、うん、乗った感じね、これすごくいいです。あ、ターボだからかな、これどうなんだろう。なんか大きい車乗ってる感じがある、ね、うん、あのね、ワゴンあると、なんていうのかな、うん、
ステップワゴンとか、うん、車の幅はね、あのまあこれ K の企画でね、多分まあ一緒なんでしょうけど、なんか全然違いますね。なんかむしろなんかちょっとワンサイズ大きい車乗ってる感じ、本当 1000cc の車を乗ってるような感じです。でこのなんかこの辺とかもね、すごくなんかカタログとかね、写真で見たらどうなのかなって感じしたんですけど、すごくなんか作りがいいですねこれ。うん、なんか賛否両論あると思うんですけど、僕は3です、これ火じゃないです。でヘッドアップディスプレイなんですけども、あんまり見ないかな、どうだろう、なんかね、こう下からこう多分映ってると思うんですけども、ディスプレイがね、うん、まあ慣れでしょうねこれもね、うん、まああってもなくても別にセンターメーターでも全然慣れればね全然見れますし、はっきり言って、うん、いいですよこれ、なかなか、うん、僕の中ではこれありかな。はい、すごいなこれ、このワゴンある劇的に進化してる、はい、進化しすぎすげえな、いやいいなこれ、なんかね、うん、うん、これはすごいわ、後ろも広いですしね、全然いいです、はい、バッチシですね、すごいすごい、何なんでしょうかこれはこの劇的なる変化、うん、すごいですね、これはすごいわ、何なんでしょう、おお、いい感じいい感じ、アイドリングストップがねちょっとねかかんないんですよね、あ、かかったのかなこれ、どうなんだろう、よくわかんねえやあ、でもこれが動くっていうことは燃費が出ないですね、平均燃費 7.2 ってなってますけど、多分ね普通に乗れば絶対いいと思いますこれ、はい、うん、ちょっとね出せるところあったらねバッと出したかったんですけど、なかなかね、そう、ちょっと踏んでみましょう、すごいなこれ、うん、あっという間に出る、でね結構静かです、いやちょっとね、まあ、今ウォーッと出しましたけどね、車自体ね乗ってる感じほんと静かですしね、全然いいですね、うん、パワーもあります、やっぱりターボすごいな、普段乗ってんのがね NL エンジンなんで、やっぱりそれを比較すると、うん、違うのと、あとですねこれまあ何ていうんですか、ハイブリッドのパワー、結構ハイブリッドというか SN チャージからハイブリッドの、あ、今アイドリングストップかかりましたね、エンジン止まってます完全に、わかんないですねこれはええってなってるわ、ちょっとね慣れればねわかると思うんですけど、うん、あ、エンジン静かですかかんの、うん、あ、クリープちょっとね試したかったですね、うん、どうなのかなと、ほとんどかわからへんね、うん、もう鈴木のストレスがないわ、うん、鈴木の車ほんとすごいわなんかね鈴木派だろう党だろうとかってね、こうこの間ね、うん、市場 のコメント書いてましたけど、鈴木党です、別にそれに対しては何にも文句言うようもないですし、完全に鈴木党です、全然僕は、うん、それに対しては否定もしませんし、うんうん、ただですね、まあ他のメーカーもねいいの作ってますし、それはいいかなと思うんですけど、やっぱりワゴン R いいですね本当に、うん、なんかいいな、普段ハスラー乗ってますけど、ここからねちょっとねクリープで、あ、静かだ、うん、音静かでしょ、うん、で、あ、うん、エンジンかかったな、うん、クリープで走るかなと思ったんですけど、うん、走らなかったな、まあいいや、はい、すごいです、これシートヒーター効いてるんですけどね、暑いですケツがなんでこのスズキのヒートシーターってこう速攻で効くんでしょうかね、すっごいケツが熱い、うん、まあまあそれはね、もう女の方にとってはもうすごく快適な、そうよ、ね、1秒でも早く暖かくなりたいから、うん、これはいいですね本当に、うん、
このワゴン R いいな、本当広い、うん、広く感じる、すごく、うん、軽とは思えない広さ、もっと狭いかなと思ったけど、うん、広くすごく広く感じます、車幅がすごく広く感じます、この車、うん、まあもう着きましたのでね、はい、ただいま、はい、というわけでね、いやーすげえ、なんか楽しかった、このワゴン R いいな、うん、ちょっともう本当ね、セカンドカーで欲しいぐらい、セカンドカーになるのかこれファーストカーだろうって感じですけど、いやーすごい良かった、楽しかったです、うん、はい、というわけでね、まあ、これちょっとね、まだ全方位モニターとかついてないんで、ワゴン結構しっかりしてるわこれ、重たい、うん、ただね、ちょっとこの辺がチャッチーかなこれ、ここね、これね、ちょっと写真絵で見るよりね、ちょっとチャッチーうん、まあそれぐらいかな、はい、うん、あとはいいですね、よかったです、はい、じゃあエンジン切ります、ヘッドアップディスプレイこれ下がっていきます、エンジン切るとね、おおすげえ、はい、ありがとうございます。